この事業は11月に行う在校生プロデュースの模擬ウェディングを実施する前に、専門家から今時のウェディングについて学ぶものです。岐阜市玉森町の結婚式場エグゼクススイーツで、専門課程の1年生35人が新郎新婦の友人や親族に、2年生が新郎新婦となって模擬結婚式を行いました。生徒たちはウェディングプランナーの小林優奈さんがプランニングした華やかなチャペル式や、スタッフが連携して行う披露宴の進行や演出を学んでいました。ブライダルの仕事は人を幸せにできる素敵な仕事だと思ったので、私も夢に向かって頑張りたいです。いろんな人が幸せになるようなヘアメイクができるようになりたいです。